英国行政国際学園は、かつて、イギリスにあり、主に、日本人を対象に、初等高等教育を行っていた学校である。学校法人行政国際学園が設置、運営し、バッキンガムシャーに、全寮制の小学校、中学校、高等学校、バークシャーに大学を抱えていたが、2002年までには、それらすべてが閉鎖された。ウィレンコ1987年。 英国バッキンガムシャーのミルトン・キーンズに男女共学の初等部、中等部、高等部として開設された。学校は日本の文部省によって在外教育施設としての指定を受け、4月入学、全寮制での教育が行われていた。ウィレン・コハンの学校キャンパスには寮やスポーツ施設のほか野球場も設けられていた。在籍生徒数は1997年時点の 公式記録では227名となっているが次第に生徒数は減少2002年3月の卒業生を最後に閉行となった同年で在外教育施設の指定も解除取り消しとなったが最終的な生徒数はわずか29名にまで減少していた校長は渡る高田だった行政国際学園は急激な生徒数減少について 日本経済の低迷、日本人駐在員の減少、海外留学の落ち込みなどが原因であるとした。英国行政国際学園高等部の著名な卒業生にはモデルでタレントの長谷川リエがいる。レディング大学英国行政国際大学は英国バークシャー、レディングに1990年3月に設立された。行政国際学園はこの前年、 レディング大学からその土地、建物の一部を取得し、それを英国行政国際大学として転用して、開学した。英国行政国際大学では、学部生に対する文化、言語と融合させた、経営学、経営、文化に関する MA プログラム、英語を教える短期コースなどが設置されており、教員には、経営学者、沢野正彦や英文学者、 かまちみつるらがいた。在学生は約200名であった。行政国際学園は後に経営から撤退、大学の名称はウィッタン国際大学と変更された。運営は再びレディング大学に引き継がれたものの、同大学はこの学校を単独の教育、研究施設として存在し続けることが困難だと判断、二千四年八月には廃校の方針を決定した。 その方針に従い、すべての在校生が卒業した2008年3月31日をもってこの学校は閉鎖された。これら行政国際学園によるイギリス事業失敗の多大な損失は、マリア会が運営するセント・ジョセフ・インターナショナル・カレッジを廃校して、当該辞書の売却により補填された。学校法人英国行政国際学園住所。 ジャポニカレーン V10 ブリックヒルストリートウィランパーク、ミルトン・キーンズ・バックス、MK15QJX ハット、行政国際学園。平成23から08から08閲覧。h t t p w w w m e x t g o j p イメニュー、書道、クラリネット、002。 1 3 3 8 8 0 6 h t m ト a b さよなら。ミルトン・キーンズ・シチズン。17ジャニアリ -2002。平成23年8月8日閲覧。行星インターナショナルスクール UK。平成23から08から08閲覧。海外の学校情報欧州地域。公益財団法人海外子女教育振興財団。平成23年8月8日閲覧 AB。 共生インターナショナルスクール UK。平成23から08から08閲覧。長谷川リエプロフィール公演以来。コム、平成23年8月8日閲覧住所。ロンドンロード、リーディング、バークシャー、RG15AQ、ハット ABCD ィ h e University of l e a ウィタンインターナショナルカレッジプレスリリース。ユニバーシティオブリーディング。 零六オンガスト -2004 平成23年8月8日閲覧ウィタンインターナショナルカレッジザ・ユニバーシティ・オブ・リーディング平成23年8月8日閲覧ありがとうございます